さとんの3曲、日向の連チャンとなりました。これはいいそうです。さあこちらマンズで1メンツできています。第1は9分から水原水一面つ、ドラのイーソーが1枚、大助初が統一、赤ウーマンイーソーとありますが、いずれも統一、スーピンがんこになった。初もちもち、あ、ほんとだ。この2人の初って結構お互い出さない初ですよね。そうですね、出にくいですね。うん、こういう時ってなんか先制リーチになると、うん、後手の方が初統一落としみたいな、ありえますね。ありえますよね。はい、手詰まったりして2日持つと思ったり1日も持たないパターンですね。一晩も超えられたかったみたいな感じ。一日も許されない。これなんかお互いに形になりつつある。さあ3番を引いた日向、これで2面つ親番ドラ受けもある。はい、奇通貫やね、3色まで。あ、6、7、8が見えた。言いそうに一瞬手が伸びかけましたが戻す。まっすぐ行くのはいいそうですが、E1 もありますね。関連マン払ってゆっくりのんびり、はい、これもスピード優先ですね。リーチ棒2本もかな。あ、確かにそれは判断材料として大きいかもしれませんね。大助、はい、も急ぎ切りました。おお。みんなでドラを切っていきます。序盤とはいえまだ接戦、この強卓のリーチ棒2000点も大きいという。痛い旬が統一になる。トンが1枚切れ、安牌で持ちたいか。でもまだこの順番だったらね、うん、手を広げた方がいい気がしますね。はい、ここはトン切ってきました。おっと、これでもう3枚今ですね。イーソー切りはね、裏目と思いきやこのローマンを残した価値はここにある、うん、はい、6、7、8の3色です。おっと、いいシャンテン。これ先手取れると大助が危ない。先手取られると、あ、大助が先手の場合は瀬戸熊が危ない、うん、おー面白いですね。はい、聞いたー。迷いなしですね。確定してますね。はい、3色確定、リャンウーソー面ピン3色。まあ、ドライソーは痛いけどしょうもない。積極的に大助さんが置きましたね。初の後付けですよね、うん、しかもイーマンポーンだから単野。あ、へえ、3ピン早いんで2ピンとかはちょっと甘いすぎですかね。いや、あると思いますね。チュンが取る保証ありませんもんね。はい、うん、チーだ。なんだこの仕掛け、イーマンポンでローマンチーで混ぜご飯ですね。混ぜご飯ですよね。タンヤオとチャンタの混ぜご飯ということは本一じゃないですもんね。これ本一じゃなさそうですよね。となると薬杯、薬杯が初、危ないよ。3ピン現物だった。現物、おや、おー、あ、これテンパったよ。現物待ち、イーソー3枚切れでも行きたいな。親だったら行きましょう。お、闇点を選択しました。イーソーが止められない、他の方に止められないようにですかね。なるほど、うん、これリーチ行っちゃうともうイーソーはどっからもう出てこなくなっちゃう。そうですよね、はい、今なら出ますもん。あー来た、おれ、あ、だこれで日向もリーチか。あ、ありえます。瀬戸熊落ち着いてサブローマン、さあ日向行くか。3人4人テンパイだ。4人転敗はまばたき禁止タイム。これいらっしゃい。大きくつもぎってリーチだと思います。大きくつもぎってリーチだ。3人リーチ、囲まれた大助。見応えあるな。さあこれ大助は待ちがもうないですね。山に初上がれません、はい、枚数多いのは水原のリャンソーが4枚、瀬戸熊、さあリャンソーだ。これはさす、親にだけ取ってる。あ、本当だ。リャ、いったー。あ、でも3色出来上がりですもんね。8300、リーチピンフ3色、8300、水原です。ビーストの大助からの打ち取り、これは強卓もさらに増えて美味しいです。ドラがいっぱい見えたことで、赤が見えたことで押しましたね。なるほど、大助はドラ赤を使った高打点ってあんまりないよねと、はい、で親の一発じゃないければいいかなと思ったら、はい、3色が出来上がってましたね。